皆さんこんにちは。未来のための公共伊集院でございます。土曜の昼間から何をやってるんだろう、そう思う方も結構いると思います。しかし今日は私の話を一つ聞いていただければと思います。森友問題に端を発した公文書の改ざんが問題となっています。防衛省が存在しないとしてきたイラクでの自衛隊の日本が実はあったことも問題になっています。厚労省が作った裁量労働制の問題の方もデータがめちゃくちゃになっています。これらの問題は政府や行政を本当に信頼できるか、根本的にそういうことは問われている問題だと思います。私たちが住んでいるのは民主主義の国ですよね。僕はまだまだ勉強不足でわからないことも多いのですが、民主主義は一人一人の意見をできる限り取り入れるために全員参加の意思決定をして、その中でみんなの人権だとか守らなきゃいけないものとかを大事にして運営していく、そういうシステムだと思っています。しかし与えられる情報が間違っているとき、意図的に変えられていくとき、しかも権力に携わる人が都合のいいように変えられているとき、私たちは正しい判断をして意見を持つことができますでしょうか。少なくとも私にはできません。今回の問題で私は完全に政府や行政を信頼できなくなりました。忙しい中選挙に行った人、生活が苦しい中税金を払っている人、ものすごいたくさんいると思います。残念ながらこんな風に馬鹿にされてるんですよ。そうした一人一人の思いがこんな風に扱われるなんて、私はものすごく悲しいです。私は思うんです。もっともっと皆さん怒っていいんじゃないですか。もっともっと皆さん怒っていいんじゃないですか。もっともっと皆さん怒っていいんじゃないですか。一人で声を上げるのは大変だと思います。でもここにはこれだけの仲間がいます。そして日本中にはもっともっと多くの仲間がいます。主権者は一人一人の市民です。市民が怒らなくて声を上げなくて何が変わるというのでしょうか。上から押し付けられているものにターター従うのではなく、草の根の暮らしの声に支えられた下からの民主主義を、生活者としての民主主義を再生しなければならない、このように私は思います。多様性を尊重し、誰もが輝ける未来を作りたい。そのためのワンステップとして、未来のために声を上げようではありませんか。前に誰から言いました、終わってるな、始めましょう。未来のために声を上げよう。ありがとうございました。